じゃあ、ちょっと時間になりましたので。いや、なりました。早くないですか？早いです。いや、いいです。絶対時間あるもん。はい、じゃあよろしくお願いします。このマイク向いて喋る感じ？あ、大丈夫です。離れて。全然いいですか？はい、あ、はい、じゃあ、始めますか。始めます。はい、いいですか？間違ってないですね。めっちゃ減った。全然向こう行っちゃった。そう、みんな向こう行っちゃったから。まあ、しゃあないですね。向こうフライングで始めます。ですよね。あの、インフラの話します。ドットネットの回で。イエス。じゃあ、Azure Virtual One の話をします。あ、だいぶ初めの概要のとこからお話しますんで、絶対ついてくれると思います。で、一応自己紹介も入れて1ページ稼いでます。名前は牛上隆と申しまして、所属はソフトバンクテクノロジーというところに所属してます。私今営業に所属してるんですけど、もともとネットワークエンジニアになりたくって、この業界に入ってきました。で、普段はですね、最近はもう Azure をずっと触ってまして、で、まあ新しい機能が出たら検証して触ってみて、で、それをブログにまとめたり、まあこういった形で登壇の機会いただいたりして発表の方をしてます。では早速、ネットワークの方に話します。Azure のネットワークについてなんですが、まあ私が考えるには3つのポイント、接続点みたいなのがあると思ってます。で、まあ1つはですね、既存の拠点ですね、データセンターとか なんか会社の本社とかと、まず Azure をつなぐっていうポイントが、まず皆さんパッと思い浮かぶポイントかなと思うんですね。で、これが1つと、二つ目が、Azure のネットワーク同士。Azure で作った、まあ、仮想ネットワークとか、あと別のリージョンとか、そういった Azure 同士の接続をする点っていうのが2点目。で、3点目が、同じオンプレの拠点同士なんですが、Azure を経由して接続するっていうパターン。これ結構需要があるんですけど、こういったこの3点が主に、Azure で求められるネットワークの接続点だと思ってます。で、Azure Virtual One っていうのが出てきたんですが、まあ一応この3つのポイントをカバーしてます。一応。で、Virtual One とはっていう話に行きます。で、Azure Virtual One でまあ出たばっかりで、今年の9月に GA、してます。プレビューが7月ですね。なんで、まあ、2ヶ月ぐらいですぐ GA しちゃってるような製品です。まあ、簡単に言いますと、このバーチャルワンのこのハブって書かれてる絵があると思うんですけど、このハブにさえこの仮想ネットワークとか、オンプレの拠点とかを繋いでいただければ、その間で通信ができるような仕組みが簡単に作れるというのが売りです。で、同じリージョンですね。この四角、枠で囲ってるのが、まあ、一つの同じリージョンだと思ってください。Azure Virtual One が存在する同じリージョンに、まあ、別の Azure の仮想ネットワークがあった際には、まあ、このピアリングっていう方法で接続します。まあ、ピアリングとは何ぞやと言いますと、まあ、VPN とかとは違って、まあ、Azure の内部のバックボーンを使って接続するようなネットワーク。になってます。なので VPN ゲートウェイみたいな装置もいらないし、暗号化みたいなのもいらないし、まああとそういった処理が一切入らないんで、まあ直でダイレクトに送れるっていう、まあ圧倒的に速いです。VPN とかに比べて通信速度が。っていうこのピアリングっていう機能が使えます。じゃあ同じリージョンじゃないネットワークとかに対してはどうやって繋ぐのかって言いますと、これが VPN でつなぐと。Azure のまあ別のリージョンに対しては VPN を貼りますし、まあ、例えばお客さんが今使っているデータセンターとか、まあ、そこにあるネットワーク機器とつなぎたいといった場合は、これは VPN で接続します。はい。Azure のサイト間、まあ、違う拠点間は、ピアっていうのはできないんだ。
バーチャルワンをかましてはできないです。バーチャルワンがなければできます。それが今ちょっと僕個人的に思ってる残念な点なんですけど、さっきちょっと戻るとですね、このオンプレからオンプレっていう接続って、本来ならね、Azure が持ってる機能でさっきピアリングっていうお話しましたけど、グローバルピアリングっていう機能がもう一個ありまして、それは本当にAzure のリージョンまたいで、バックボーン使って通信できる非常に高速な線があるんですよ。で、噂なんですが、この Azure Virtual One Hub と、例えばこれ日本としましょう。で、例えばアメリカのリージョンにこのハブを作ったとして、その間が、そのバックボーンを使って通信できるようになるんじゃないかという噂が今あります、機能として。これができると、バーチャルは本当にいいと思います。これ今それができないんで、普通に遠方のリージョンで繋ごうと思うと、普通に VPN を張るしかないんですね、今。バーチャルデータセンターコード？そうです。そうです。よくご存知ですね。一応クラウド上にデータセンターを持ってこようみたいな発想がありまして、その一環でこういうバーチャルワンというのが出てきています。おそらくまだまだ機能強化してくると思います。まだ発展途上なんです。僕正直ね、GA9 月にしてるんですけど、早いと思ってます。まだまだちょっと不具合とかが発生してまして、使いづらいんですよ。でもね、機能確認したら直ってましたね。まだまだ、ほんと直しながらやってるなと思って。で、この VPN を貼るっていうところは、ゲートウェイっていうのがかましてハブに接続するっていう構成になってます。なんで、まあ、VPN いらないよっていうんであれば、ゲートウェイ作る必要ないです。まあ、ゲートウェイでお金が発生するんで、これ作る作らないで金額変わっちゃいます。で、あと、もともとこのバーチャルワンっていう前に、今でもまあ現役なんですけど、VPN ゲートウェイっていう、普通にIPSec 喋って、Azure のネットワークと繋ごうみたいな機能当然あったんです。今年9月にやっと Azure と繋げるようになりましたみたいな話ではなくて、もともと VPN ゲートウェイっていう、似たような機能のものがありましたと。で、それと比較してみると、Azure Virtual One は、まあ、パッとこれ見て、すごい変わってんのは、まあ、拠点数ですね。最大接続数っていうか、拠点数が大幅に上がってます。これでも9月 GA した時点では100だったんですよ。それがもう突然1000になってる。で、最大スループットも大幅に上がってます。これもまだまだ上がると思います。で、あと、冗長の構成ですね。バーチャルは基本的にもアクティブアクティブしか組めないです。作った状態でも冗長構成っていうのはトンネル2本貼れます。で、あとハブ&スポークとかっていう構成が楽に組めると。VPN ゲートウェイの場合は組めなくはないんですけど、結構手間です。あと、できない構成とかもやっぱりあります。あと先ほども言ってたグローバル V ネットピアリングですね。これがバーチャルワンでできるようになったらもう最高ですね。で、あともう一個の特徴が、下から2番目のネットワーク機器への自動設定ですね。ここですね。これができるのは結構大きな特徴です。実際データセンターとかに置いてる機器に対してコンフィグを自動で投入してくれると。で、勝手に VPN 貼ってくれるっていうような機能です。で、ちょっとお値段のお話に行きますと、先ほど VPN ゲートウェイ作ったらお金かかるよって言ってたところです。赤線の上の方なんですが、VPN スケールユニットって書いてる方が、このゲートウェイのお値段です。ゲートウェイって、1ユニットあたり 500Mbps のパフォーマンスを出せる。で、1ギガ欲しいって言えば、まあ2ユニット作ればいいっていうだけの話なんです。じゃあお値段は当然倍になっちゃうんですけどね。まあそういった形で簡単にこうパフォーマンスを上げていけるっていうような構成が組めます。で、下の赤線
なんですが、これは、接続された拠点の数に応じてお金が発生すると。1拠点接続したら、ちょっと課金が発生する。っていうような構成になっているんで。で、参考までに、下に料金が書いてるんですが、これ1拠点接続した場合の月額のお値段。およそこれぐらい。3万5000円かかっちゃいます。でちなみに先ほどの VPN ゲートウェイ、同じような機能があるんですが、まあそれだと、アクティブアクティブで組んで、だいたい月3万円です。しかも、VPN ゲートウェイの場合は10拠点まで料金はそのままなんで、まあ、拠点数が増えていくと、やっぱりまだまだバーチャルワンというか、高い。です。で、マニュアルをいろいろこう見てるとですね、こう、接続パートナーみたいなのを書いてるところがあったんですね。で、今ではまあここに載ってるメーカーさんは全部、正式対応みたいなのになってるんですが、当初ストリックスとリバーベッドだけ、正式サポートみたいなのを歌ってたんです。で、はじめ、じゃあここのメーカーが出してる機械しか繋がらないのかなと僕は最初思ってたんですが、いやいやでも普通の VPN なんて、普通になんか、シスコでもいいですし、IPSec 喋る機会だったら、バーチャルワンに繋ごうと思えば普通に繋げます。まあ何が違うのっていうと、先ほどの自動的に接続できるかどうか、コンフィグを自動投入できるかどうかが大きな違いです。ここの出してる機械に関しては、その自動投入みたいなのができます。それ以外は手で IPSec 設定してください。っていうような形になってます。で、今回ちょっと画面等もお見せしたいので、いち早く名乗りを上げてたシトリックさんをベースに、ちょっと今回お見せしたいと思ってます。なので、ちょっとシトリックスさんの機械の構成だけ先にご説明をさせてください。ストリックスが出している製品で、このバーチャルワンに対応しているものが、ストリックス SD1 と呼ばれるシリーズになります。で、このシリーズの特徴なんですが、まあこの辺の1の回線いろいろ種類あると思うんですね。まあこれで、で言うところの右側がまあデータセンターみたいなイメージで、オレンジがまあ各拠点と思っておいてください。で、まあ複数回線、あって、冗長構成とか組みたいよねって言った場合がまあまああると思うんですね。まあそういった場合にこいつが役に立つと。まあ例えばなんですが、この辺の回線複数契約して、一本のワン回線みたいな太い線に見立てて使ったりっていうこともできます。し、まあ通常は MPLS 使って、うんだけど、障害時にはインターネット VPN 使おうねとかって言った構成も組めます。とか、あと、例えば大事ななんか機関系のデータ流したいと。で機関系は MPLS にして、まあ一般的なファイルサーバーのアクセスとか、まあインターネット V でいいんじゃないかみたいな、そういった構成も組みたいなっていうお話もあるんで、そういった場合はこうアプリケーションごとに識別して振り分けると。そういったことも、この製品ではできます。まあそういったワン回線系の制御できる機器として売ってます。で、特徴がありましてですね、この役割みたいなのが、この機械にはあります。で、右側のマスターコントロールノードと呼ばれる MCN って呼ばれるんですが、基本的に、この MCN がこのクライアント側の機器を全部管理します。なので、この MCN に全部こう設定とコンフィグ等を全部管理者は入れます。で、そこの配下にぶら下がっているクライアントに対してコンフィグを遠方から送ると、リモートで送ると。設定変更等も全てこの MCN 側で行うっていうような構成になっています。管理者はだからこの青い方の機械だけ見てれば OK というような状態になります。で、さらになんですが、
その MCA のさらに管理する SD-WAN センターみたいなのが、実はもう一人います。まあ、センターは当然このクライアントも管理できますし、MCN の管理もできるんですが、まあ大きな特徴として、コンフィグのあの自動投入ですね。そういった機能を持っています。バーチャル1の VPN の貼る設定の投入もそうなんですが、例えば、クライアントの初期設定とかも遠方からできます。なんでまあ遠方でちょっと、SE というか情報システムの方がいないような拠点ってあると思うんですけど、まあそういった人たちのためには箱から出して電源とケーブルさえ繋いでもらえれば、あとはもうこのデータセンターに置いた機械から遠方で初期設定流し込むみたいなこともできます。なのでまあ、はい。一番初期の設定はどこで流れるんですか？一番初期の設定、まあ、ちょっと条件がありまして、本当に箱から出して機械ドーンと入れたときに、DHCP の環境がいるんですよ。あ、じゃあインターネット経由で。そうです。じゃあ外には絶対出てもらわないと困ります。で、ストリックスがなんかホストしてるところとか経由してるかもしれない的な。そうです、そうです。なんで、本当に何も閉じた条件はダメです。インターネットで出れる。箱から営業所の人が箱出してもらって、工事しかないみたいな。そういうのはちょっと、それはちょっとダメ。まずはインターネット入れようみたいな。せめて回線は言います。インターネットで出れる回線、あと DHCP でちょっと付与できるような環境だけは最低限言います。まあその環境さえあれば、どこでも、それこそもう海外展開でもしてもらって構わないです。っていうような、まあ構成があります。まあこれ結構ね、さっきのバーチャル1とかは結構特徴かなと。まあいいメリットかなと僕は思ってるんですけど、まあ、ちょっとお値段高いですよね。で、ちょっと画面の方をお見せしようと思って、一応デモの構成図になります。で、今回も Azure 側にもこのセンターと MCN っていうのを立ててます、すでにも。で、クライアントとして別の Azure のリージョンに立っています。さっきのStrix SD-1 ってまあ、ハードウェアアプライアンスで売ってるんですけど、Azure のマーケットプレイスでも出てまして、まあ、気軽に検証はできるような環境は整ってます。なので今回MCN のクライアントってのはバーチャルアプライアンスで作ってます。で、SD-1 センターは、VHD ファイルが無償で公開されてますので、ストリックスのサイトからダウンロードして、Azure に上げて、そこから仮想マシンを作ると。それで簡単に立てます。っていうような構成になってますと。で、画面。Azure の画面もあんま見たことない方いらっしゃいましたね。で、基本的にはですね、Azure ってなんか新しい作るときはこれだけです。このプラスみたいなところを押してもらえれば、なんかいっぱい作れるんですよ。で、例えばこのバーチャルワン作りたいって言ったら、まあここで名前入れてもらって、リソースグループ選んで、あとリージョンですね、どこの、国に建てるかみたいなのをここで選んでもらって、クリエイトすれば、すぐできると。バーチャル1はすぐできるんですが、ちょっと作り置きがありまして、これが先ほどの作った状態のまんまですと。で、最低限皆さんに、もしやる場合やっていただかないといけないのが、ハブを作るっていうことをやっていただかないといけません。で、ハブを作る場合は、まあ、ここも同じく、ハブをどの拠点に、Azure のどの拠点に置きますかと、ジャパンイーストとかウエストとかもあるんですが、まあ、置きますかというのと、あと、ハブに名前を付けてねっていうのと、あと、ハブは専用のセグメント1個作ってあげないといけないんですよ。スラ24以上で。なんで、つながるであろう拠点と被ってなければいいです。被ってなければ何でもいいんで、それは24以上の IP アドレス入れてください。と、さらにハブ作るときに、
ここですね、ゲートウェイも一緒に作るかみたいなのがあるんですよ。これなかったら、普通にハブだけ作ります。ポチッとやると、ゲートウェイも作りますってなるのと、あと、ユニットってあるって言いました。ここが1スケールユニット500とか、2スケールユニットだと1ギガとか、ここでユニット選択できます。欲しいスループットだけここで選んでもらえれば OK です。あとこれ後から変更することもできます。足らなければ追加できます。ただこのゲートウェイを有効にして作るってやった場合、これ本当に30分以上かかるんですよ、時間が。結構時間がかかるんで、これをもう作り置いてます。こうですね。先に、ゲートウェイ、こっちで、お金かかるんで1スケールユニットで、まあ、IP はまあ、被らなければ OK な。作ってます。まあ、これだけやっていただくと。バーチャルワン側の設定はこれで終わりです。自動の場合も。これ仮に手動で対応してる機会ないんで手動でお試ししたいって方は、こちら。サイト情報というところですね。まあ、拠点の名前とかここに名前入れてもらって、まあ、拠点に設置してる、まあ、データセンターに設置してるネットワーク機器の IP アドレス入れてもらったり、あと、データセンター側のプライベートな IP 入れるとか、まあ、結構設定多いですね。まあ、ずらずら、待機なんぼとか、ベンダーのデバイス何かとか、モデルは何かみたいな、結構細かいのは入れないといけないです。ただ自動設定の場合はこれ、いらないです。で、続きまして、対象となるクライアントの方ですね。これがさっきのシトリックス SD1 のクライアントのログインした時の画面です。で、まあ、事前に確認しておくために、すごい見づらいでしょ。IPsec か。で、今は IPsec のトンネルって晴れてないんで、何もない状態になってます。で、クライアントの管理となっている、この先ほどの MCN の画面がこちらです。本来ならこの MCN から設定をして、クライアント側に流すっていう形になります。はい。いいです。これ、オンプレからオンプレにつなぐっていうことをやろうとしてるんですよね。Azure で、Azure 上をハブと見立てて、Azure 経由してオンプレ間を通信しようとしてる。いや、今はですね、これです。ここです。ここの VPN を自動で貼ろうとしてます。VPN を Azure 上を見たハブに対して自動でハブとしてる。そうです。本来なら皆さんこっちもなんか現地行って設定とかしないといけないですよね。クライアントって。そうですね。あらかじめ設定したのを送るから。です。そういう構成取りますよね。ただ Azure Virtual のその自動設定を使うとそういったものがいらないよっていうのをちょっとお見せしようと思っています。なので今設定、IPsec 設定入ってないですよねって言ってたのは、このクライアント側で今何も設定が入ってないっていうのをお見せしたかった。で、コネクト。で、クライアントが。で、ここのアイディセットに戻ると、まあ、ここは設定が空なんで何もないですよ。という状態です。今は繋がってませんよっていう状態です。で、こちらがSD1 センター。
で、センター側で設定するのも非常に簡単ですと。触る項目は限定されてまして、そう。ローディングですね。まずは、このセンター側から Azure も操作するので、Azure 側をリモートで操作するためのこのサービスプリンシパルと呼ばれる設定をもろもろ入れてます。まあ、この設定を入れることで、遠隔地から Azure の操作できるようにしてます。で、こいつに対して、現在の MCN とクライアントの設定を読み込ませます。で、ここに出てくるのが Active Config と呼ばれるものです。これで読みました。で、このリフレッシュ1か。で、Azure 側のバーチャル1の設定をここで読みます。で、この2つの設定が揃ったので、設定します。で、サイトっていうのが、どこのブランチサイト接続しますかと。今はクライアントのブランチサイトになっているのを選びますと。で、トンネルが2本、アクティブアクティブで構成されますので、2本今回作ります。で、Azure Virtual One。今、ハブ2つ作ったんですけど、どっちのハブ、どこのハブとつなぎますかっていうのを選ぶだけです。で、デプロイ。こうやるともう、自動で、VPN のコンフィグを作って流し込むみたいな作業がもうこれで走ってます。で、ステータスがポロポロ変わってまして、もう、ですね、サイト、先ほどの手動でサイト入れないといけないって言ってた箇所なんですが、自動でこうやってもサイト情報っていうのが入ってきてます。クライアント側の拠点の名前と、拠点側のグローバル IP と、拠点の内部のプライベートの IP。で、先ほどの帯域とか、モデルとか、どこのベンダーの機械だみたいな情報が、こうやって自動でもうすでに登録されます。で、ウェイトとなったので、もう一個だけ作業してもらう必要がありまして。IPSec の、この PSK ですね。共通鍵だけはこれどうしてもなぜか手で入れないといけないですね。ドットネットにして。で、これで終わりです。あとはもう放置するだけで、トンネルが2本張れた状態で拠点と通信ができると。ただこれもちょっと時間がかかるんですよね。それも切ったかな。で、あえてこれ今英語の表示にしてるんですけど、まだバーチャルワンが日本語でちゃんとここのステータス表示がちゃんと変わってくれないんで、英語にしてます。僕ずっと日本語でやってて、全然繋がれへんと思ってたんですけど、英語に変えた途端に、もうコネクトみたいになってて。そういった意味で言うと、もう本当 GA 早いなって思う。ちゃんと動いてないっていうか、できてないですよね。機器認証はどうする機器の認証、はい、接続してくる機器を、見てなかったらいいんだけど、アクティブディレクトリーに対して、そういうディレクトリー認証がさせたいよ。機械をですか機械接続してくる機器って、AAD でなんか管理できたりするのかな。ネットワーク機器なんで、そういうのはないですね。クライアント側で接続してきたやつを、その VPN 経由で、ハブで繋がってるんだったら、ここまで接続しに来てるから、AAD で認証を通したりとかできるのかな。
それはないですね。普通のネットワーク機器とその辺は全く同じです。はい。クライアントと書いてあるけど、まあ、スイッチだから。そうですね。トンネリングしてるだけって。だけ。普通の一般的に多分皆さんが設置したであろう、ネットワーク機器と同じです。そういう意味では、現物とかの製品を、Azure上に持ってきてるだけみたいな。そういうわけですね。そんな感じですか、うん、持ってきてるだけ、持ってきてるだけ。用意しなくていいよっていう。用意っていう。例えば、はい、こういう時って、大概 ER 使うじゃないですか。ああ。ね、だから ER 使うと、ER が、クライアント側の機器が、ネットワークスイッチになるし、なんかいろいろ動くじゃないですか。はい。それがいらなくなって、Azure 上にその機器が持ってかれてるよ、持ってってるよっていうのかな。ああ、なるほど。それはバーチャルアプライアンスで多分今やってるから多分そのように見えるのかなと僕思ってて。まあ、MCN を作るのはもうバーチャルアプライアンスで僕いいと思ってるんですよ。ただまあ本当にこう、現地に置くようなものに関しては、ハードウェアアプライアンス、SD-WAN を置いていただくのがいいです。で、そいつに対して、まあ、遠方からコンフィグ流せますよっていうような感じですね。でですね、どこ行ったの？で、今のでもすでに設定っていうのは終わってるんですよ。ただでもまあ、せっかく自動化の流れっていうので、今回テーマしてたんで、僕もどうやって設定しているのかなっていうのをちょっと調べてみました。で、流れ的にはこの1から10で VPN の完了ってなるんですが、まあ、これぐらいの工程があると。で、今お見せしたのが、このオレンジ色の箇所ですと。最初に MCN からコンフィグ取りますよって言ってたポチッと押したのと、あとバーチャルアンガーの情報ですね。リフレッシュワンってやつですね。で、3番目がバーチャルワンと拠点を紐付けてデプロイって押した箇所です。で、6番目がサイトの関連、ハブの関連付けして PSK 入れてくださいって言ったのが6番目です。じゃあ、後のところが全く見えない。実は裏側でこんなことが動いている。っていうのが、まあ、この黒で書いてるところです。で、ここを追っていこうと思って、これがセンター側、さっき全部コントロールしてたセンターがあるって言ってたんですが、センター側のログ、デバッグログから追ってみました。僕が見えへんの僕が見えへんですね。まあ、この辺がまあ一番の手順で、まあ、こにょこにょやってて、で、先ほど見えない手順があるって言ってたのが、4番ですよね。センターからクライアントの情報を Azure に送って、バーチャルワンガーでサイトっていう情報を埋めましたよね、と。それがここですね、この辺。この辺ですね。ああ見つけた。この辺です。このオレンジで書いてる部分が、まんま、拠点側の情報を、バーチャルワンに送ってる情報になります。まあ、センターは、クライアント側の情報を最初に引っ張ってきて持ってるんで、それを Azure に渡してるっていうのが、ここでわかります。で、次が、5番ですね。ストレージアカウント作成ですね。これはセンター側では全く見えないところになります。ただ実は、
実は勝手にこのストレージアカウントみたいな変な名前のやつが作られてて、で、コンテナが作成されてて、で、その中にコンフィグデータっていうような勝手にファイルがもうできてるんですよ、実は。で、僕がずっとトラブってたのが、この勝手に作るっていうのを気づかずに、すっごくハマったんです。で、勝手に作ってるってどうやって勝手に作ってるのかというと、仕組みはこうに、こういう風になったんですね。リソースグループの名前。まあ、これ結構自由に名前付けれるんですよ。大文字小文字や数字やなんか、ハイフン、アンダーバーとか、何でもまあ、ほぼ入れれるんですよ。で、プラス、サブスクリプション ID のあのランダムのなんか文字列みたいなのをバンと引っ付けて、それをストレージアカウント名として、勝手に名前付けて作ろうとしてるんですね、バックで。で、この動きでいつもあのコンフィグダウンロードエラーみたいなのがずっと出てたんですよ。それがでも謎で全然わからなかったんですけど、ストレージアカウントの名前って本来使っていい文字っていうのはもうすごい限定的なんですよ。小文字、数字以上。なんです。リソースグループ名でなかなか小文字と数字だけってなかなかそんなないんですね。結構やっぱいろいろ皆さんわかりやすい名前にするんで、先頭文字を大文字にしたりとか。ハイフン、リソースグループの RG とかって付けたりするんですけど、僕もなんか SD-1 みたいな感じでリソースグループ名をずっと付けてたんですね。なのでこのハイフンっていうのがずっと引っかかってて、ストレージアカウントが作れないので、コンフィグがそもそも置けない。じゃあ、センターからしたらコンフィグダウンロードできないっていう怒られて、ずっと失敗してたんですね。で、その失敗も今日お見せしようかと思って、昨日、久しぶりにわざと失敗するようにリソースグループ名に配分とか入れてみたんですけど、なんか治ってましたね。治ってました。なんか配分がもう削られた状態でストレージアカウント名が作られると。大文字を入れた場合は強制的に小文字になると。使えない文字はもう削るみたいな形で修正されてました。なのでお見せできないのがちょっと残念。本当に謎でこけるんですよ。それが全くエラーも何も出ないから、ずっとコンフィグ設定中みたいなステータスで止まって、何日待っても繋がらないというような、大変困った状態になります。で、この Azure 側でコンフィグデータっていうのが作成されるんですが、まあ、このコンフィグデータの中身っていうのが、まあ、こんな感じで作成されます。これは Azure 側の情報を、まあ、現地に設置した機械に流すための情報になります。なので、ここに書いてある特徴としまして、これハブの IP が 10.200 点ですね。バーチャルハブの IP が 10.200 点ですとか、まあ、リージョンが東日本ですとか、あと、コネクトサブネットっていうのが、すでにバーチャル1のハブに接続されているネットワークはもう学習してるんで、このルート、つながってますよっていうのを情報として渡す。で、あと、40点、81点みたいなのが2つあるんですが、これがインスタンスです。ゲートウェイ2個作成するんですが、インスタンス0とインスタンス1のゲートウェイの IP を渡す。あと手入力したんですが、PSK の部分ですね。共有機っていうのが渡されます。まあ、あとライフタイムが3600で渡される。っていうような構成になってます。これが、7番ですね。コンフィグデータが作成されて、コンフィグデータを、センターがコンフィグデータを取ると。いう構成ですと。で、8番あたりは、こっちにセンターの情報なんで、載ってるはずです。この7番が先ほどのコンフィグデータですね。今このオレンジの部分が、先ほどのコンフィグデータ、わかるんです。
で、この辺かな。ここからですね、一つのサイトが繋がってますよ、事前に繋いでたやつと、あと、ここの辺が、ゲートウェイの2個の IP、ダーとか、ハブのセグメントは 10.200.0024 だ、みたいなのが記載されて、こっちで学習されると。で、ここまでですね、ルーティング情報とかも全部もう渡してくれます。っていうのが、この辺の8番の情報です。で、最後が、9番ですかね。9番この辺ですね。IPSec トンネルを貼るところまで、ここで来てます。で、ここからも MCN 側でずっと設定して、クライアントに流すよっていう状態がずっと続いて、本来なら、コネクションアクティブっていうのが表示されるはずです。ちょっとステータス見てみましょうか。こっちじゃない。今ここで、まあ、こっちに、まあ、コネクトってなって、つながってると。こっちから見たらつながってるけど、多分こっちのステータスはまだなんですよ。まだトンネル作成中みたいな状態になってますが、多分これも、そら、問題なくつながる。作成かな。一応もう、早いですね。ステータスがアップに行ってグリーン表示になってます。ひょっとしてこっちも変わってたりするかな。あ、設定が入ってますね。右か、あれ。こういうのがね、もう、ヒトリックス的な、腹立つ。出てこない。いや、こういうの結構あるんですよ。ヒトリックスのね、この画面がまず見づらいとかね。まあ、あるんで、クライアント側見ましょう。まあ、ここで言うと、まあ、先ほどあの IPSec ないよねって言ってたんですが、多分来てる。あ、設定入ってますね。まあ、設定も自動で入ってますと。ただ、モニターで、IPSec かなって見ると、入ってますね。Azure の、先ほど設定したやつが、入ってますと。こうやって自動でも設定が、できますと。現地行かなくてもいいよっていうのが一つの売りです。すごいですね。これもっと時間かかるかと思ったんですけど、案外早く VPN 貼れた。っていうのが最後で、じゃあ、最後のスライドなんですが、実際自動化された設定って何ですかっていうところですと。まあ、VPN 貼る、設定とかした人はもうお馴染みだと思うんですけど、まあ、この辺の、まあ、IKE のバージョンとか、対抗の IP アドレスとか、番号のあるかのアルゴリズムどうするのとか、認証どうするのみたいな、まあ、定番のこの辺の設定。本当なら、対抗、両方の機械にこういったものを一致させないと VPN って貼れないんで、まあ、設定していくんですが、まあ、この辺の設定が全部 Azure Virtual One を使えば全自動でできるというのが売りでございます。ちょっと時間早いですけど、終わります。質問コーナーにしましょうか。もういいですか？
ER の違いでね、もう自動化できる。ER ってエクスプレスルートと思っていいですか？はい、エクスプレスルート。ですね、エクスプレスルートも今使えるんですよ、バーチャル版で。あ、そうなんですか？はい。まだプレビューですけど、使えます。なんで先ほどあの、拠点は VPN だよってお話最初にしたと思うんですけど、ここですよね。ここがエクスプレスルート対応します。のと、あと、パソコンにクライアントソフトを入れてもらって、直接このゲートウェイ VPN っていうのもできます。はい、佐久間さん。普通の理解で書いたときは、費用は全部ハブを作るにあたっては費用いらないです。費用がかかるのはゲートウェイ作ったわけです。そうです。たくさん出そうと思ったときに、いります。リージョンごとかかる。リージョンごとかかります。作ったユニット数です。東日本で2ユニット、アメリカで2ユニットって言えば4ユニット分。お金かかります。まだ無理です。これが僕はできると思ってたんですよ、当初出た時。できないですか？できないんです。カタログスペックとか、なんかこのリリース、こういうメニューとか見る限りだと。できるような絵描いてますよね。はい。その、バンとかって言いますけど。いやー、そうです。僕もそう思いました。ただのハブ。ただのハブです。今は。皆さんそれ、ツイートポイント。ただのハブって何？なんかハブに、グリーン、グリーンとピラリンで、いろんな拠点が繋がるわけ。ああ、もう言っちゃえばそうです。だからね、僕もね、これ何のメリットがあるのって正直思ったんです、最初。VPN ゲートウェイでいいじゃんってやっぱ思いますよね。まあ、だから30拠点以上とか、あの、スループットのパフォーマンスがいいよとかっていうのは、まあ、売りにはできるんですけど、まあ、正直ね、やろうと思えば VPN ゲートウェイも、数珠つなぎやれば30拠点超えれるんですよ。組用によっちゃ。いや、バーチャルは何なのみたいな、やっぱり、思うところはある。なので、まあ、あの辺の自動設定みたいなところは、VPN ゲートウェイではできないんで、そこぐらいかなっていうので、僕はそこを結構強調して喋るようにしてます。機器を、例えば IoT の機器だったりとかを、VPN で、アジュール接続したいって設定をやるのは大変だから、それをセンターが特に効率でパッと上げてるのは楽っちゃ楽です。楽ですけど。それってすぐやるんだよ。ただその IoT 機器みたいなのはこれ対応しないですからね。ですよね。SPM が入ればですよね。はい。ね、IoT 機器で VPN 貼るというのはちょっと難儀なので、コンセプトモデルは避けたいところです。でも、例えばですね、例えば車載機だったりとか、ある程度そのマシンスペックがあるので、かつ、セキュアに買ってバンドまずいっていうやつだったら、はい、時間です。あ、時間ですか、もう。もっと余らしたかと思いました。時間でした。はい。じゃあ質問は後ほど。はい。はい、個別に、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。時間フルでしたね。ねえ。